今回は100均のアルミワイヤーを使ってワイヤーツリーを作ってみました。まずはワイヤーを伸ばして均一な長さにカットしていきます。このくらいの長さで良いと思いますよ。長さを合わせてカットする。この作業を繰り返します。長さを合わせてカットしたワイヤーを束ねてねじって幹となる部分を決めます。幹となる部分が決まったら、今度は枝となる部分の作成です。枝になる分のワイヤーを分けてねじる。こんな感じでイメージ通りの木を作ります。枝分かれする部分ごとにワイヤーを分けてねじる作業の繰り返しになります。だんだんと木の枝らしくなってきましたね。自分のイメージする木の形を想像してどんどん木を形作っていきます。マイドキュン部屋のしすいちゃんの攻撃にもめげませんよ。ここまで来ると完成後の形が想像できるくらいになりましたね。枝の先の余った部分のワイヤーをくしゃくしゃにして葉っぱを作ります。すべての枝に葉っぱを造形できれば、あとは根の部分だけですね。根の部分もワイヤーを分けて造形するとそれらしく見えてかっこいいですよ。こんな感じになります。あとは余分なワイヤーを切り取れば完成ですね。これで完成です。針金がこんな素敵なツリーになってしまうんですよ。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。次の動画も頑張りますので、応援よろしくお願いします。あ、そうそう、チャンネル登録と高評価も忘れずにお願いしますね。